視聴いただきましてありがとうございます。今回はとんでもなく操作方法が難しい陸上ゲームラグドールランナーズで遊んでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでこのゲームはですね、10メートル走、30メートル走、60メートル走、100メートル走、それから幅跳び、三段跳び、60メートルハードル、110メートルハードルの、合計で8種目ですね。8種目で遊べるゲームです。で少しゲームが進んじゃってて、例えば10メートル走なんて今10個メダルもらってる状態ですが、この辺は、先日の配信で生配信で、皆様にお伝えしていましたので、よろしければ概要欄にリンク貼っておきますので、そちらも見てみてください。それでは10メートル走の続きをやってみましょう。はい、よろしくこのようにボタンを交互に押すことでうまく走れる、タイミングよくしてからじゃならないんですけども、これは全然ダメですね。で、これがリプレイなんですけども、灰色の選手がライバル、半透明の同じピンク色の服を着た半透明の選手が、過去の僕の個人ベストの時の、映像コースですね。さあ、このように、ダメだ。スキップしてるだけになっちゃうんだよ、どうしてるんだろう。ああ、でもフライングしてしまうと選手が高くなっていって、時間つくことができたんですね。ちょっと早くなった。ただでやみくもにボタンを連打しても、このように前に進むことができないので、手を出して次の足を出すまでのタイミングが重要なゲームです。10メートルに5秒もかかると非常に見てて分かると思うんです。操作が難しいゲームです。あ、いいぞいいぞいいぞ、少しちなみにこの11番目のレースでは、ライバルが1秒98というタイムで走ります。それに対して私の自己ベストが 2秒06ですので、このままでは到底勝つことはできません。1秒98を下回らなければレースに勝つことはできません。なのでタイミングが肝ですね。お、ちょっと良くなってきたけどまだまだですね。自己ベストにしか到達しています。こういう感じだと、ああでも途中で置いた、途中で失速しちゃった。さあ、これは
今どうだ、ああ、外して押しにしましたが、わずかに届かず、いや、でも惜しい、惜しいところだったと思うんですよ。ほら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 。惜しくても勝てなきゃな。あ、これはどうだ、これはどうだ。ダメだ、ダメだ。あ、まっ、あ、これは、あ、ダメですね。これは来たぞ、来たぞ、来たぞ、よし、あー、1位だー、あー、1秒84、自己ベストを更新して見事レースに勝利しました。さあ、感動の瞬間をリプレイでもう一度ご覧ください。牛尾選手のこの走り、なんでみんな転ぶんだろうな、最後に。どうしようもないゲームだな。という感じでどんどんと、メダルを集めていって、多分ですけど、全ての種目で、全ての種目の全てのレースで勝利することが目標なんでしょうね、このゲームは。というわけで、今回の動画は短いですけど、この辺で終わりたいと思います。っていうのもね、先日の配信で1時間半やって、これだけのレースしか勝ってないですけどね。とてもじゃないけど、何時間あっても、もう無理ですけどね、このゲームは。で、このバックで走ってる選手をよく見てください。うまく走れてる人があんまりいないでしょ、この前、つってみたり。短距離走なのに宙に浮いたり、まあ、AI ですら難しいゲームなんです。人類が操作してまともに操作できるはずがありません。はい、というわけで、今回はこの辺で、終わりたいと思います。もしよかったら生配信なんかもやってますので、気が向いたらお付き合いいただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。